今日は本田風智選手と久留米の晴れ時に食事に来ました。テラスなんでちょっと車の音が入ったり雑音が入るかもしれないですけど、自己紹介お願いします。背番号8番本田風智です。晴れ時店主でいいですか？マスター店主、マスター、はい、マスター鶴田さんです。よろしくお願いします。大変お世話に、いや、こちらコースです。大変お世話になっております。もうノンアルコールですよね？はい、お茶で。ウーロン茶でいいですか？はい、お願いします。俺、ナチュール、ね、ボトルで白、白ですね、はい、晴れ時のソムリエでいいですか？ソムリエでいいですか？晴れ時ソムリエさんののどかさんです。ワインが好きです。ワインが大好き、はい、全部一応酸化防止剤が入ってないナチュールワイン、ワンナチュールになります。なんで今日風智に来てもらったかと言いますと、まあ、まず怪我、はい、まあ、サポーターの人たちはさ、多分風智の怪我、まあ、一応多分気にしてるだろうし、一応ね、一応ですね、はい、なんとなく、はい、まあ、あとは中野慎也がガンバに移籍したじゃん。で、今もうユース最年長じゃん。そうですね、今いる、はい、まあ、だからまあなんかちょっと取れ高あるかなと思ってまあそのユース出身者の思いやら、はい、まあ、あとは、ね、はい、まあ、怪我して、まあもうそろそろ飽きてくる時期じゃん、リハビリも。だいぶ飽きますね。あ、だいぶ飽きたしよ。だからまあちょっと気分転換にもうなるかもしれないし、多分サポーターの人がもう一番気になってることもう初めに聞いちゃう。もう初めに、むしろこれで終わってもいいぐらいね、質問しちゃうよ。早いですけど、はい。彼女はできましたか？そこっすか？え、気になります？彼女はできたんですか？はい、できてないですね。本当にいない。本当にいないです。まだいない。はい。欲しい。欲しいっす。じゃあ、できないっすね。以上で撮影を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。夏の終わりのところてんです。夏の終わりのところてん。はい、三宅の、佐賀の三宅の野口こんにゃくさんってあるんですよ。その場で注文したらこう見えて、タレはちょっとね、うちで作ってますけど。いただきます。いただきます。あ、うまいわ。思ってる以上に多分うまいよ。ところてん、俺多分あんま食ったことないから分かんないんですよ。俺もそんなないかもしれない。今日ひとみさん来ないですよ。なんか今日日本酒のイベントに行った後にちょっと寄るって言ってました。あ、マジっすか。もしかしたらタイミングが合えば。すいません、ありがとうございます。はい、風智はあの今年のあれ何月怪我っすか、うん、5月の14日っす。5月の14日のアビスパ戦、前期のアビスパ戦で試合中に膝を、まあ、大怪我してしまって、で手術がいつ？22ですね。手術を5月22日にして、一応全治は何ヶ月になってる？半年です。すいません、ありがとうございます。おーい、まあなかなかだね。あれは、まあ、なかなかっすね。怪我の名前は、正式名称。左膝半月板断裂。半月板断裂、はい。軟骨は大丈夫だったの？軟骨は大丈夫です。あんま分かってなくて、俺はスタンドで見てたから、はい。でもやった瞬間やばいなと思った。最初はまあなんか膝の緩さ感じて、うん、どうなったの？まず福岡の選手のまあなんかシャペルっていうか、ちょっと浮かしてこうかわそうとしたんですよ、うん、僕が、うん、トラップがちょっと浮いたんで、うん、でその振った足と逆にこう相手の足が入ってきて、うん、だから振ってる方と逆側に持っていかれる足の入り方をしちゃって、だから風智がボールを上げようとして、そう、相手をかわすのに上げようとした左足を相手の選手、あ、だから内側から持っていかれたんだ。内側から持っていかれて外側に、でまあその時ちょっと痛くて、うん、まあでも走ったら意外と走れ、緩さ感じたんですけど走れて、まあまだ大丈夫と思って、うんうん、でやってたら次のプレーの時に相手と接触した時になんかもう膝が緩くて、こける時にこう踏ん張るっていうか耐えられなくて、ああああちょっとビッグ引いてたもんね、はい、それでその時の倒れ方が多分悪くて、その時にはもうちょっと音が鳴ってたんで、え、何？じゃあその瞬間でやったっていうよりも
ちょっと我慢してやっちゃって、はい、でその次のプレーでちょっとこうもうひどくしたみたいな。そうですね、あ多分もうダメだバキッバキッってなったんで音がしたんで、そのちょっとプレイ してってこと。ちょっとプレイしてです。その最初のプレーがあってちょっとプレイしてでテーピング巻いてもらっていこうと思ったんですけど、もう最後はもう走り出す時になんかもうその時もバキッと落として、もうあこれもう無理だと思いました。さすがにまあダービーだしちょっとやりたいな、変なアドレナリン出るし、はい、あれ前半だよね、まだ前半、さまだなんかしかも走れたんで あいけるなと思ってでやってたっすけど、もう下がってロッカー行ったら全く歩けなかったっす。もうでちゃんと手術もうまくいって、あうまくいきました、はい。怪我して1週間後にはでさせてもらったんで、もう傷口出せる？全然出せます。じゃあもうズボン的にあげれるっす。別に俺が思ってる以上に、でもこの傷跡見てあがっつりやっぱ断裂してんだなって思ったこれ全部そうだよね。これとここ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 っすね。あ5個開けてんの。5個はお前靴かわいいな。かわいいっすよね。でも俺あんま分かんないですよね、手術の方法っていうか、その 内視鏡が何かもあんま分かってないんで。ああとりあえずでも成功したって言われたんで。そうだよな、はい、そこでいきなり失敗したって言われてもな。結構がっつり断裂してたんですよ、うんうん、もう本当にこう分かれてて、うん、でがっつりこう後ろにボコって出てて、ああ半分以上が、ああだからもしかしたら縫合できないかもって言われてて、手術前に縫合したのか。縫合しました。切除じゃないのか。はい、切除だとやっぱ後々がっていうので、よくない、あの縫合をできるだけしてもらいたくて行って、でもその MRI 見たら開けてみないと本当に、まあ、分かんないくらいなね、はい、縫合できるか分かんないみたいな。でも切除だと早く復帰できるんだよね。3ヶ月でいきます。そうだけど切除しちゃうと、だから結構年いった選手は、例えばもし俺が今じゃあ半月前やりますってなったら、ああ結構切除しちゃう人が多いと思うね。でも若い選手はやっぱ縫った方がいいって言われてて、でも俺19の時やったんだけど、俺もう切除されてんだよ。もう全部ないんですか。いや全部じゃない、俺ちょっとだ、逆にちょっとだったから切除したのかもしれないし、時代がさもう14年前だから、その変わってるじゃん。今がもう3ヶ月ぐらい経った。3ヶ月半は経ちましたね。もうまあ今年12、今年は一応目指してんの。今年目指してます一応。まあ前も言ったかもしれないけど膝は怖いんで、はあ、本当にこれだ。で今のさ気持ちだけでやっちゃうとなんかちょっと撮影っぽくなっちゃってるけど、言ってることが。いやでも本当にそう言われるんですけど。好きじゃないポテサラ。いや好きです好きです。やっぱ焦る。うまっ。うまい。いや焦ることはないんですけど、今年にその目標みたいなのがなかったら、ちょっとリハビリを結局伸ばすっていうか、来シーズンまでって考えたら、なんかゆっくりでもいいやって思っちゃうんですよ。それが嫌で。ああ、まあ今年ちょっとでも、まあ試合戻れたらいいし、そうそうそう、まあ、練習参加ぐらいまで行けとけば、はい、来シーズンのあれもあるしね、はい、そのなんか心の余裕で、はい。だから一応今はそこ目指したいですね。目指してはやりたいですね。オリンピックがいつ？来年夏です、まあ、4月かなんかに最終予選の、アジアの最終予選あるんで。4月に最終予選、はい、で夏にオリンピックです、まあ、そこは一応やっぱ目標としてる。はい、まあそれはそうだよ。もちろんです。しかもさ今年さ年近いやつが増えたじゃん。増えましたねだいぶ。そのさてかしかも、はい、狙える下がいっぱいいますからね。だからうちだと横山歩夢、西川潤、西川潤、中澤柴田ファリー、中澤柴田ファリー、はい、まあ、日野もそうか。日野、あとカバーもそうでしょ。カバーちゃん、まあ、ヨシキ、あ、ヨシキ、まあだから、でも年近いので言ったらその辺か。そうっす。誰だ、ヨシキもさ、YouTube 出てもらった時も言ったんだけど、はあ、マジで言ってほしいんだよ。あの、トスから一緒にやってるさ、選手がさ、はあ、言ってくれたら身がやんのよ。そうですね、はあ、
あ、こんにちは。すいません。お久しぶりです。お久しぶりです。大丈夫ですか？よかどこの騒ぎじゃなかですけど、あの、天さんからの帰りです。あ、大丈夫、全然大丈夫。天さん、はい、佐賀の、はい、小木。小木から帰ってきました。佐賀、小木ってどこですか？小木洋館の小木です。佐賀の、知ってる？小木です。小木はわかります。はい、小木わかります？どこかって言われた説明は、どこかって言われたら、小木洋館の小木しか言えないんですけど、強烈でしょ。陽気な人、めちゃくちゃ面白い、超綺麗でしょ。これなんすかこれ。レバ刺しのカルパッチョです。レバ刺しのカルパッチョです。いや、めちゃうまいです。 ありがとうございます。めちゃくちゃうまいでしょ。まだ4年目だもん。はい、あ、今鳥栖の中ではあれですからね、連続で言うと一番古株ですから。一番長いのか。鳥栖、はあ、って、はあ、活躍した選手がすぐ移籍してっちゃうんですよ、はい、そう、抜かれちゃって。で、ね、そう、はあ、で、もうこいつまだ21とかなんですけど、22か。でも、もう一番長いんですよ、今いる選手の中で、トス歴が、はい、うわ、え、取りレバー、レバー、うまいっすよ。食える？え、食えますか。手術、大阪でして、もう2泊3日で退院したんですよ。百武の方に移るので、もう2泊3日で退院したんですけど、もうまだめちゃくちゃ痛すぎて、うん、そうだよね。だから計6週間ぐらいずっと入院してて、真っ白だったもんね。真っ白で、久しぶりに会った時真っ白で激痩せしてたっすね。激痩せしてたの。やっぱ筋肉も落ちる？めちゃめちゃ落ちましたね。そうね、はい。リハビリはどう？順調？順調は順調だと思います。痛さはある？まあ、痛くなるリハビリメニューもやっぱありますね。膝曲がるようになってるもん。俺はさ、遠目でしか見てないけど、膝がちゃんと日々成長してます、ね、そういうところにモチベーションを感じるしかないじゃん。はい、あ、リハビリってなってさ、1回、もう2、3回は山越えた。結構やっぱもう俺はリハビリはもうメンタルだと思ってるから。え、でも別に、うわ、リハビリやりたくないなって思ったことは1回もないですね。あ、そう、はあ、リハビリやりたくないは思ったことないですけど、うん、入院中はサッカー見たくなかったっす。あ、もう、鳥栖が試合してんのも見たくないみたいな。もう、いや、わかるわかる、すっげえわかる。22歳でしょ。はい、でもなんか俺の22歳と想像するとやっぱ全然違うの。落ち着いてる。あの、なんつうの、それ精神的に、見た目とかじゃなくて。前も言ったかもしれないけど、仙台いる時に、はあ、俺も怪我ばっかだから、多分足すと俺5年ぐらい怪我でサッカーやってないんですよ。その時に仙台こいつぐらいの時、19、20ぐらいの時ずっと怪我してたから、の時にもう嫌すぎて、もうで周りはさ、どんどん活躍しだして試合出始めて、でもそれがなんかあんまないんですよ。あるんだろうけど、自分の中でちゃんと消化して、そういうのをあんまり周りに見せないようにやってるから、それがやっぱ21、2でやれるっていうのはすごいなと思いますよ、本当に。まあ、もともとあんまそんな感情がね、感情ないもんね。人としてのやっぱ欠落があるんで。彼は、まあ確かに感情薄いかもしれないですね。でもそこもなんかポイントかもしれないですよ。うんうん、なんかこういう人も、うん、こういう人ね、こういう人も面白いけど、人としては、うん、でもやっぱアスリートはずっとこういう、うん、なんかこうできるだけこう浮き沈みがやっぱない方が、そう、お前のさ、海外に行きたいとかいう欲はあるの？海外行きたいです。どこ？やっぱヨーロッパ。最終的にはスペインですね。ラリーガでプレーしたいね、僕。リーガが好きなの？はい。それちっちゃい時から？はい。え、なんでスペインなの？お前が行きたい理由は。まあ、スペインのプレースタイルとかも好きです。なんかわかるですか？やっぱ上手い、上手い人たちが集まる国っちゃ国じゃないですか。うん、そのドイツとか、うん、プレミアとかはそっち系でなんか体が強くてフィジカルみたいな、うん、そういうとこじゃなくてやっぱ上手いとこでサッカーしたいのと、まあ、あとはバルサとレアルと試合したいんで僕。だからそのバルサとレアルに入りたいっていう夢はないです。いや、バルサとレアル入っちゃえばいいじゃん。
逆に対戦相手で試合したいんですよ。なんかワクワクするっすね。はい、タレでーす。ありがとうございます。レバーでーす。はい、タレでーす。レバータレでーす。はい、ありがとうございます。もし自分に娘ができてサッカー選手と結婚するってなったら、うん、俺は絶対に反対するけど。なんで俺は、いや、俺は絶対に嫌だけど。でも、うん、やっぱなんで俺も嫌っすね。なんでめっちゃいいじゃん。絶対嫌っすよ。スポーツ選手はちょっと嫌かもしれないです。なんで、はあ、知っちゃってる分さ、クソじゃん、はあ、やってることが。いや、私努力の結晶だと思ってるんで。よく言うとね。いや、だってよ、すべて学校でいろんなわちゃわちゃしたこと全部捨てて頑張ってきてる子たちがそれでもなれないんだよ。いや、でもそのわちゃわちゃ、そのさ、わちゃわちゃ捨ててるっていう感覚じゃないもんね。捨ててるってか、サッカーが好きだからさ、うん、あ、そうそう、だから、かむしろ そっち、いや、なんか例えば修学旅行行けないとか体育祭に出れないとか、うん、よりもサッカーやってる方が楽しいから、だから別に嫌じゃないんですよ。だからそれを努力と思ってないし、だよね。努力と思ったことはないですね。そこか。だから逆行行事に出れないのが別に嫌じゃないから。努力何してんのって言われても分かんないですよ。分かんないよね。昨日ほんとちょうどその話してて、なんか努力ってなんか自分が決めることじゃなくて周りが見てなんか思うことだなって、あの人は努力して、してるなって、だからなんか自分で俺努力してますとかいうやつはなんかしてないね。なんかちょっとまだ違うんじゃねえかな、捉え方がっすね。そう努力じゃないもんね。好きだからただやってきただけで、それはきついメニューとかそういうのもたくさんありましたけど、でもそれは別に努力じゃなくて、日本中の子供たちに聞かした方がいいんじゃないですか。確かに講演した方がいいです。やった方がいい、ね、今の、はい、やろうか。ちょっと僕今度絶対そうだよね。中学校で講演あるんですよ。今の使わせてもらいます。絶対いいと思う。なんかそうじゃないと、なんか頑張らないとなれないじゃなくて、好きだからなれるっていう。そう、だ好きなことをね。ワクワク、ワクワク。あ、それめっちゃ大事だね。まあでもどんだけ努力してもなれないときはなれない気がしますけど。まあね。そうそこにはやっぱじゃそこだからセンスとかなんかもうやっぱ才能があるんだよね。だからやっぱ幸せだよね。その俺らはさ、親からさそういう才能をもらってさ、うん、めちゃくちゃいいこと言ってない俺。言ってます。言ってる、ね。なんか全部につながる。サッカーだけじゃないじゃん。もうめちゃくちゃいいこと言ってます、ひとみさん。ああ、だってそうじゃない。めちゃくちゃいいこと言ってます。サッカーもそうかもしれんけど、すべてのスポーツだけじゃなくて、なんかなりたいっていう、うんうん、好きっていうの前提よね、本当に。いや、本当そう。やらされることじゃなくて、うん、いや自分がやりたいが一番大事。いや、まあ間違いない、間違いない。間違いない。そこにやっぱね、たけてるってこう才能こう重なってる人たちがこういるなら、ちょっとワクワクしますね。ね、ワクワクするっすよね、ね、マジでね。なんかね、間違いない。本当に。うお、絶対うまい。博多地鶏のたたき。たたきです。もうあの生姜とあのうまっ。おほい。生姜とのネギを絡めつつの。鶏肉は最強なんですよ。やっぱり。そうですね。筋肉に。ですね。しかもこいつ今日旭山行ってるんで。はい。多分筋肉ぶっ壊してるから。してるからね。馬刺しのカルパッチョもバカうまかったっすよ。うまかったよね。よだれ出るよ。よだれ出てます。出るよ。よだれ出てます。よだれ出るよ。深夜はさ、中野深夜ね、はい、がガンバに移籍したじゃん。アカデミー出身で、まあ、最年長、22歳だけど、まあ、最年長になるわけじゃん。はい。なんか感じる、思うところあんの？なんか深夜に思うこと。あ、違う、なんか寂しいなとかさ。それはやっぱ人によってもちろん状況は変わるけど、同期もさ、大輝もじゃあ例えば清水に移籍しました、アイムもレッツに移籍しました、なんかそれいろんなね事情があるのはもちろん分かるんだけど、なんかちょっとあ、こんな中高さ、まあ、ユースからかもしれないけど育って憧れるわけじゃん、トップチームに。なんかそこをこう、もちろん簡単に移籍してるわけじゃないのは分かってんだけど、なんか俺は寂しいなって思うところもあるわけ。
相当な思い移籍してるのは分かってるよ、はあ、だからなんか俺はフーチはもちろんですこの先どうなるか分かんないし大人の事情ももちろんあるからさでやっぱ鳥栖からなんかヨーロッパに行くっていう方行ってくれたらなんか鳥栖のサポーターも喜ぶだろうなとかさ俺はいっぱい移籍してきてるからその移籍の良さとかもさもちろん感じてるから俺が言うのは矛盾してるかもしれないけどフーチはそういうのをなんかちょっと強めに感じてんじゃねえかなみたいなその国内どっかビッグクラブに移籍するっていうよりも鳥栖からヨーロッパに行くっていうことになんかこう魅力を感じてんじゃねえかなって勝手に思ったわけよその通りっすまあその通りって言っといた方がまあいいよいやいやでも結構本当にそうですねもう別に国内でどっか移籍しようって考えたこともないんで、で去年契約の話とかもなる前にまあ代理人あ島君いないからあれですかねなんかまあ話すじゃないですかでももうその時にももう来年も鳥栖でやって、うん、もうそこから活躍して、うん、っていう話はしたんで俺お前今結構いいこと言ってるからもうちょっと声張っていいぞ多分マイクで拾えてるもうそうですね別になんか他のチーム探してくださいとかも言ってないし、うんうん、もう俺も来年もう鳥栖で結果残してって話してもう鳥栖に残るって自分から決めて言ったんで、うんうんまあ、その意味ではやっぱり俺は鳥栖から海外には行きたいんでそのどっか国内で移籍してとかは別に、まあ、今も考えてないし、うんうん、前も考えて特に考えてはなかったんで、まあ、ただだからといってこっから俺が本当にそうなるかも分かんないです、まあ、俺のもう立場も結局試合に出れないんだったらもう国内でももしかしたらあるかもしれないし、うん、まあ分かんないですけどでも俺はもう一番は鳥栖で活躍してもうそのまま海外に行きたいっていうのは思ってたんで、うん、まあでも深夜もやっぱりあいつとか本当すごいから16とかで多分トップで出て17でも結構定着して出て、うん、18も出て、うん、ってなってやっぱりここで最近出れなくなってっていうのを考えるとまあああいう選択肢も全然、うん、絶対あるよな、まあ、絶対ある話だと思うんで絶対あるしかもあいつさ最後選手の前でさ挨拶する時にさ泣いたじゃん泣きながら話しましたねちょっとその後いじったけどやっぱなんか俺もちょっとなんかグッときたもん、はあ、いやこいつは深夜なりにやっぱ考えるところがもちろんあいつだって突然活躍して、はあ、ヨーロッパ行ってっていうしたい中ででも実際そういう現状じゃなくなってっていうのはいやすごいわかるから意外と考えてるっていうか、うん、チームのこと好きだったんだなっていうのは思いますよねだからでも絶対そうだよだから俺はここで活躍したいですねここで活躍してそういうモデルになれたらいいよね風知がさそうですね今までさまだいないんじゃない鳥栖のアカデミー出身でトップで活躍してそのままヨーロッパっていうそのままヨーロッパいないですね。いないよね。一人もいないですね。ね。まあ、頑張れ、まあ。頑張りたいですね。ね。まずはとにかく怪我を治して。うん、そうだね。なんかもう、いい感じじゃない動画。撮れたんじゃない撮りただいた話です。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。せせりと、せせりと大根おろしです。はい。で、うまい？めちゃくちゃうまいっす。ほんとうまいよね。いや、めっちゃうまいっすよ。全部。ありがとうございます。ここ来たいっす、また。ああ、もうありがとうございます。あ、嬉しい。別で、全然。島くんととかじゃなくて。あ、とかじゃなくて、イエー。手羽先です。絶対に美味しいです。手羽先です。お前、なんでなんかそんなちょっと、寂しい顔に見られるんだろう。サガン鳥栖サポーターに向けて今の状況と力強いコメントをお願いします。まあ、まずは、まあ、このチャンネルで言うのもあれかもしれないんですけど怪我した時にですね色紙とか弾幕とかいろんなメッセージありがとうございました。まあ、リハビリは、まあ、順調に
今は頑張れてるのと、うん、順調に回復してます、うん、まあ復帰はちょっといつかまだ分かんないですけど、まあ、しっかり直してまた鳥栖のあのスタジアムで皆さんに喜びを与えれるように頑張っていきたいです。まあ怪我して出てないですけど、うん、忘れないでほしいですね。本田風知を、はい、忘れないでくださいねと、はい、忘れないでほしいです。まあお互いに頑張りましょう、できることを。そうですね、はいはい、じゃあ今日は本田風知でした。本田風知でした。まだ食事は続きますけど、はい